この目的と目標を取り違えてはいけないよと、はい、日本では目標という言葉を目的に近い意味で使っている場合も少なくないと、はい、日本では目標に一つ意味があるからですと、目標を到達目標のように英語で言うところのゴールの意味で使う場合だと、英語ではそれぞれターゲットとゴール違う単語を使いますと、はい、ちなみにゴールも戦略用語では目的を数値に置き換えた達成目標としてはよく使われると、目的はアジアナンバーワンエンターテインメント企業になることだと、でゴールは売上4000億円のように使われると、で日本ではターゲットとゴール2つの意味を目標という一語で表すので少々混同している。これ僕のタイプですね。本書では目標は資源集中投下の的であるターゲットを意味することで統一していますと。あとやっぱりこの目標、日本では上位概念に置きがちですが、はい、目標は上位概念ではないんですね、はい、目的があるんだと。目的がある、それを達成するためにどこを狙うかみたいな。でコトラーも言うのは多分目的が先なんですよ、はい、上位概念が先、自分ができることではないと、はい、重要なのは目的戦略戦術の順番で考えることだと。目的戦略戦術だと、その方が効率が良いからだと。最初にこの目的を明確することが何よりも重要だ。戦略は目的達成のために存在するもので、目的が変われば全ての戦略はやり直しになるよと。そうですね、はい、そりゃそうだ、はい、そして戦術よりも先に戦略を明確にすることが大切だと、はい、戦略は資源集中の大方針を決定するものだと。該当する戦略の範囲外にある無数の戦術のオプションを全て考えなくて良い領域にするんだと。例えばクイズ、ちょっと豪華なロールケーキを買って帰った、はい、これ A です。嫁さんと仲直りがしたい、はい、がこれ B です。謝ることは尺なので彼女の好きな甘いものから責める、これが C。 A が豪華なロールケーキを買って帰った、はい、が A。 嫁さんと仲直りをしたいが B。 彼女の好きな甘いものから責める C、はい、これ目的戦略戦術、はい、豪華なロールケーキを買って帰ったが戦術、はい、嫁さんと仲直りしたいが目的、はい、彼女の好きな甘いものから攻めるが戦略、はい、という意味で、はい、嫁さんと仲直りするためには、はい、甘いものから攻める以外にも他の戦略はあり得たんだと、はいはい、例えば戦略が情に訴えるっていうことであれば、はい、例えば戦術は謝るとか、はい、手紙をしたためるとか、はい、いろいろあるよねと。で例えばいやいや違うと、戦略が第三者に道理を解いてもらう、はい、であれば嫁さんの友人に相談するとか、はい、嫁さんのお母さんに相談するとか、はい、そういうのがあると。ただ先に甘いもので攻めるっていう戦略を明確にすることで、はい、この人は甘いもの何を買うかっていうことだけを考えるだけでよくなった、はい、これは何をやってるかっていうと捨てたんだと、はい、他の戦術のオプションを全部捨てちゃったよと、はい、この本で言ってるのは戦略っていうのは選択だと、はい、面白いですね捨ててもまた拾えばいいんですけどね。コネクティングドッツですダメなら、はい、目的はそこじゃないですか。ああそうですね、はいはい、やり直しは甘いもの買ってダメだったら違うことにすればいい。甘いもの買ってってそこに手紙を入れて謝るのが多分一番でいいんでしょうけど、はい、でごめんねって言って謝る、はいはいはい、ただやっぱりこの順番を間違えてはダメだっていうんですね。はいはい、まあ、順番を間違えてはっていうか、はい、この順番通りになりますよねって話ですよね。逆なんかありえないじゃないですか。そうで僕も自分が間違えたと思っていながらも、はい、いや結局なんか同時並行的に、はい、僕これができるよな、はい、ってことはこの辺に刺さるよなみたいなのは、はい、一緒に考えてるよねとは思うんですね、はい、あ一緒に考えてるっていうのはあるけど、はい、大前提として仲直りするっ
っていうのはもう絶対あるわけじゃないですか。大目的ですね、はい、はい。そうすると自動的にこの流れになるんじゃないかみたいな。うーん、なるほど。仲直りするためにこの戦略を考えるみたいなのができるけど、でそこでなんか自分に何ができるかみたいなのはまあいろいろ考えるとは思うんですけど、戦略が決まるから戦術が決まるみたいなところじゃないですか。目的があって、その目的を達成するために何をするかを考えるのが戦略ですよね。でちょっとこの次に森岡剛さんが苦しかった時の話をしようか、はい、で、紹介されていた簡略化したブランドエクイティピラミッドだと、はい、で、まあ、一緒なんですよね、もちろん、はいはい、ターゲットがあって何をどう指すかっていうので、はい、まあ、私が悩みとして挙げたのは、はい、そのまあ、自分のキャラクターがあって、いやなんか下から考えようとしていたんですね、はい、自分のキャラクターがこうだよね、うんうん、だと、まあ、わかります。そこは考えれた。で、はい、どこに行きたいはある、はい、そうすると真ん中の、その便益ベネフィット、はい、何を指すか、いやこの何を指すかっていうのは自分の便益ベネフィット、はい、何が自分ができるんだよ、はい、っていうここがつながらないよねとかちょっと破綻してくるんですね、はい、下から考えようとすると、はい、だ逆って話ですもんね。ここに指すにはこれが必要ってなったらそれをやるしかない。で逆から考えるとこれはできないからやらないってなると破綻してくるわけじゃないですか。ああそう、うん、そりゃそうだ、はい、そうなんです、はい、というところで成功引き寄せマーケティングと書いたのは、いやこの目的を達成するためには、はい、マーケティング的に考えると、はい、効率がいい、はい、もしくはその成果が上がりやすいっていうお話なんですよね、はい、で私はそれをやってませんでしたと、はい、そこに落ち着くわけです。ご清聴ありがとうございました、はい、だとこれから就職活動をする人たちもね、はい、まあ、船が最近破綻しましたと、何て言うんでしょう、この本で描かれているのはその企業と結婚するなと、はい、君がっていうか僕たちがとやらなければいけないのは職能だと、はい、職能と結婚せよって言うんですね、はいはい、要は何が得意な人物であるか、はい、簡単に言うとどうキャリアアップするかですよね、はいはい、その会社でしかできない技術だと、はい、会社がなくなると使えない、なくなると使えないみたいなところですよ、ね、俺のことかそこの会社でしかできないわけじゃないですよね、二等兵の持ってるスキルが。あ、まあ僕はそうですね、はい、一応、はい、それが本当にその会社でしか使えないスキルだと本当に会社がなくなったら何もできないって話じゃないですか。ああ、この、うん、はい、この会社の人の流れは理解しててさ、はい、ここに行くと早いんだよねとか、はいはいはい、でそういうことばっかり、そういう知識ばっかりだとそこがなくなるとみたいな。そうですね、はいはい、っていうのが書いてあり、マーケティングの知識を生かすといいよっていうので考え方としては上からだよと、はい、目的目標を戦略戦術、はい、それだと、はい、言葉が言うのも戦略戦術価値だと、はいはい、ただそれをどう目的に指すかっていうところで目的が分かってないと何も刺さらないって話ですね、はい、刺さらないし多分ブレると思うんですよね、はい、例えばそこが、はい、例えばそのじゃあお金がいいとこに行きたいっていうのだけで、はい、例えばお金をがいいところを選ぶとかね、はい、ちょっと楽しそうだから、はい、マスコミみたいな、僕みたいな選び方、はい、そうするとなんか違うってなるわけじゃないですか、はい、はい、っていうのでこの自分の理解は大事だよ、そこにはマーケティングは使えるよっていうお話ですね、はい、はい、